では早速ニュース1本目はこちらの今日の素敵な竹丸山さんのイラストとともに、玉木さんお願いします。はい、竹さんいつも面白いイラストありがとうございます。ライオンズの松井和夫監督が、キャンプインを2月1日から1週間遅らせるということをしたんですね。これは当たり前だと思いますけれども、あの開幕が1週間遅れてるんですから、1週間遅らすのは何もかあの始まったことではなくて、本当は大リーグのようにもっと遅らしてもいいんじゃないかと。だ大リーグはあの結構あの練習をしないようなことをよく言われるんですけど、本当はそうではなくって、あのやりたい人は勝手に来てものすごくやってるんですね。ですから、でも 全体で始めるのは2月の13日ぐらいからってことになるんですが、小林さんこれどうですか？まあ遅らしたんだから遅れるのは別に普通だと思いますけどただどっちにしてもなんか自主トレと言いながらすごい一生懸命練習してますからね。まあもうかなりやってますよね、すでにね。いや、あと、はい、あ、どうぞ。山本さんどう思われますか？松井監督すごく僕楽しみにしてるんですけど、メジャー経験者がね、NPB で監督になるとか指導者になるっていうことがね、普通になってきているにもかかわらず、はい、なかなかでもメジャーのそういう調整の仕方とか、はい、準備の仕方みたいなものが日本のプロ野球の伝統の壁を越えないなと思って見ていて、だから松井さんの今回の試みは面白いなと思って見てます。この伝統の壁っていうのが面白くって、伝統の壁って一体何だろうというと、同じ釜の飯を食うというそれだけの話じゃないかという感じを、先週生島淳さんとしたところなんですけれども、そういう感じありますよね。やっぱり合宿しないといけないというような、なんかみんなでやっぱり一緒のことをやるっていうことが練習だっていうような固定観念がなかなか抜けないですよ ね日本のスポーツ界はね。みんなと一緒のことをやるのは決してチームプレーじゃないんですけれどね、みんなと違うことをするからチームプレーになるんだって。小林さんこれ、はい、私ね、これと同じようなことをね、昔巨人のもう亡くなられましたけど牧野ヘッドコーチに聞いたことあるんですよ。キャンプで違うことをいろいろしている、ってこれどう思いますかって言われたら、どう答えられたと思います？いやー、わかりませんね。勝ったら認めてやるよっていう言われたんですが、これどうですか？今ね、もうみんなパーソナルなブレーンを持ってるんですよ。トレーナーにしても、はいはい、フィジカルにしても、はい、だから本当はチームのキャンプに行くんじゃなくて、もう、たとえそこに行っても自分の周りに自分のブレーンを置いておきたいんですよね。はい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 、でチームで練習っていうかやるっていうのは、チームプレーの練習とかを、セットする時間があればいいので、はい、本当に別々にやってたって別にいいはずなんですよね。連携プレーやなんかだけをチームでやればいいんであって、野球の場合は個人の練習って結構多いですよね。そっちの方が多いですよね。これ山本さん、どういうふうにしたら変わっていくと思われます？メディアイベントになってるので、やっぱり2月1日球春到来ってまさにそのことですけど、野球ってやっぱり特別な存在なんだなと思って、こうキャンプインがメディアイベントとしてね、すごく特別視されてるっていうのもあるので、なるほど、ね、そう簡単にこうなくならないのかな。キャンプ自体も見せ物になってるっていうかね、そういうところありますもんね。そうですね、おっしゃる通りですね。メディアもそうだし、キャンプを受け入れる地域もね、やっぱりそれが町おこしという意味では、はい、もうそれ自体がイベントであり事業になっているので、それを崩すのは難しいというのは確かに一方でありますね。そうですね。昔ドジャースがフロリダでやってます、ベロビーチというところでやってたキャンプに行ったことあるんですが、あれはあれで、なかなか素晴らしいところで、ものすごく広大な、野球場が3面以上あるような広いところをドジャースが1ドルで買ったという、その1ドルで買った後そこでやるキャンプやなんか、それからあと研修を受け入れたりするんですね。それにドジャースの OB がやってくるとか、
合宿所もそうだ、合宿所というよりも宿舎ですね、そこにあって映画館もあって会議室もあって企業のイベントがそこでできると、そこに ドジャースの往年のプレイヤーがやってきて一緒に野球やってくれるというのでお金儲けをしていたという、うまいなと思ったんですよね。小林さん、こういうのはなかなか日本ではできないですね、そこまで、僕もずいぶん前ですけど、タイガースキャンプって、タイガースって向こうのタイガースのキャンプ行った時に、はいはいはい、避寒地なんですよね、フロリダっていうのは、はい、だから、ね、僕練習見に来てる人たちがお年寄りばっかりでまず驚きました。それは言えますね。もうそれは今のまあ日本社会にも通じるんですけどね、はい、ああそうだったんだなと。あともう一つはね、用具係を、はい、そのデトロイトの中学生だと思うんですけどを連れてきて、その要するに今でいう仕事体験みたいな、だから選手のスパイク磨いたり中学生たちがやって、まあ、立ちても2人ぐらいだったですかね、だからそういうこともやっていたり、まあ、そういう意味ではやっぱり日本より早くねそういう社会との関わりみたいのを作ってるのは勉強になりましたね。なるほどな。山本さん、そういう関わりっていうのはどういくらでもアイデア作ろうと思えば作れますよね。と思いますよ。その、ね、ただね、地元のその商工会にお金が落ちるとかっていうだけじゃなくて、はいはい、もっともっとでき野球を入り口にして子どもたちの、ね、スポーツ環境を整えていくとか、そうです、ね、いろんなことにその野球のキャンプ自体がスポーツの普及の資源になると思うんですよね、はい、なるほど、資源、うん、そうですね、資源にね、うん、そういう考えでメディアイベントだけで終わったら残念ですよね、うん。